どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。ということでついに来ました。今日はやばい回ですよ。もしかしたらエンジンがかかるかもしれないです。昨夜から俺はちょっと緊張してるんですけど、ざっくり今日は何をやるかと言いますと、キャブを直して付け直す、エンジンをかけるために必要なパーツを交換する、エンジンをかけてみる、大きく分けるとこの3つの工程になりますので、まず、一番難関な1、キャブを直して付け直す、こちらの方早速やっていきたいと思います。頑張るぞー。はい、ということでね、早速やっていこうと思うんですけれども、前回から動画を見てくださっていた方は、いやお前前回キャブ壊れてなかったかと思ってると思うんですけど、ちょっとおさらいしておきますと、こちらにあるスロージェットっていうネジをですね、私がネジ山を破壊しました破壊しちゃいまして、その後そのスロージェットっていうネジの真ん中にこうドリルでまず穴を開けました。そこまでが前回やった工程なんですけども、本日はですね、そのスロージェットを取り除くためにこちら逆タップというね、この特殊工具を使って取っていくんですけども、これがどういうものかと言いますと、普通ネジってこう右回りで締めていくんですけど、これは左回しで締めていくことになるんです。でこれがスロージェットだとしたら、こう左回しにこうネジを締めていって、一番下の方まで行くと一体化するんです、このスロージェットと。でこのまま左回し続けると、なんとスロージェットは左に回るんで、スロージェットも一緒に取れちゃうよっていうスペシャル工具なんですけど、めちゃくちゃ失敗しやすいらしくて、今はこれね、見やすいようにでっかいのを見せてるんですけど、すごい細いし中で折れやすいんですって。失敗した場合、ここまでいろんな手入れをしてきたこのキャブがもうゴミと化するんですよ。今回のもう一番最難関なんじゃないかなっていう噂さえあるんですけども、なんとそのこのスロージェットを抜く作業成功しておりますありがとうございます。というのもカメラを回す前に、すごい繊細な作業だから一応ちょっと確かめておこうと、そもそも工具のサイズが合うかとか確かめてこうっつって、古賀さんがちょっとやってたら、なんかあれあれって言って、ちょっと予約見て撮れたわっつって動画でお見せできなかったら申し訳ないんですけども、僕らとしてはやったーっつってめっちゃ喜んでたんで、こういう感じでね、見えます、さっき言ってたのはこの金の部分がスロージェットですよ。それにこれを入れて抜き取れたっていうことで、皆さんこれはもう大成功と言っていいところなんです。ということで、この一番大変なところはもう終わってるから、今日エンジンがかかるかもしれないということで、早速ですね、こちらと同じ型番のスロージェットがですね発注して届いてますんで、これをキャブに入れて、それ以外のものをキャブも今から全部組んでバイクにボーンと直していこうかなと思います。それではここはね、早回しで手元をご覧ください。まあ、ちょっと喋ったりしようかなと思いますけど、どうぞ。入った、これを壊してるから一番怖いですね。大丈夫、大丈夫、ドンつきまで行かなきゃ。スロージェット入った、これだけでこんな嬉しいんだな。ガスケットを交換します。あ、綺麗に変わったんじゃない。下側完成です。ちょっと綺麗にします。例えばさ、ゆうやくんさ、はい、今回のさ、アクセルワイヤー入手って結構苦労したよね。しましたね。もう売ってなかったじゃないですか、うん、古いバイクだから、うん、視聴者の皆さん ぜひ聞いてほしいんですけど、今回ね、今写真入れますね、1枚パシャこのアクセルワイヤーゲットしたんですけど、どうやってゲットしたかっていうと、ザットカスタムズさんっていうYouTube のチャンネルやってる方が、この俺と同じバイクを直したり改造したりしてる人がいたんですよ。でコメントで古賀さんに聞いてみたらって言われて、うん、相談しようよ、そう、相談しようよって話になって、動画のコメント欄で聞いてみたんですよ。そしたらなんとめちゃくちゃ丁寧にいろいろ教えてくれて、ザットカスタムズさんからしかも1000円で譲ってもらったんですよザットカスタムズさん、本当ありがとうございます。よかったよね、なんかね、本当思ったよりね、遠い人だったんだよね。気軽に会える感じではないけど、なんかいつかね、会いたいですね、いつか会いたいです俺がザットカスタムズさんにコメントした動画の URL は概要欄に貼っておきますんでマジでこの人いきなりコメントして知り合ったんだなっていうのを見てもらえたら。すごく綺麗になってるよ。なりました嬉しい。ここだって皆さん覚えてます、うんともすんとも言わず こっち側を叩いて落としたとこですよね。そうです。キャブ完成。いやー、長かった、ここまで。ありがとうございます。次の工程に入ります。ランチタイムだよ今日は。キーマカレー
いただきます。うまい。またね。はい、ということでこちらのキャブレターをつけていきたいと思います。作業スタートです。よし、後ろがまだ入ってないですね。入った、前は入りました。キャブつきました。はい、ということでここからはエンジンをかけるにあたって必要なパーツを取り付けていきます。まず、アクセルワイヤーですね。古いバイクなんでね、入手困難だったこのアクセルワイヤー、ザットカスタムズさんが譲ってくれました。ありがとうございます。このまた出会いも嬉しいですね。つけていきます。はい、アクセルワイヤーつきました。続きましてですね、プラグの方を交換していきたいと思います。はい、こちらはねもう外してあるプラグなんで、新しいプラグをゲットしたのでこちらをつけていきたいと思います。こちらがこういう型番です。うわ、綺麗。プラグもつきました。プラグ交換完成です。はい、次の工程はこちらです。ガソリンサブタンクというね、まあサビ取りは僕タンク終わったんですけど、ちょっと取り付けとかいろいろあるんで、今日はとりあえず一時的にガソリンが回るようにこのサブタンクを古賀さんが貸してくださったんで、いいところに設置してガソリンをここに入れて、このコードを伝ってキャブにもう直付けするっていうことですね。あれ古賀さん、これもう次キックですか。はい。やべえぞみんな。これかかるかもしんねえぞ。マジかー。できんのか。さあついにエンジンがかかるか、やってみます。まあ40分ぐらいやる覚悟は俺は持ってきました。それ以上は問題があるってことだと僕は思ってきてるんですけど、わかんない。それはちょっとやってみたいと。これいいっすよね、なんかプロっぽくて。さあやっていきます。これがサブタンクで、ガソリンがここを伝ってこう行きまして、これをオンにします。オンにしました。これで、キャブレターからガソリンが漏れてないかが最終チェック。あ、漏れてる。漏れてますね、うん、こっから。完全に漏れちゃってるな。一回止めます。止まった。止まりました？うん。止まった。止まりました。止まったでしょ。はい。ぶん殴ったら鉛筆の引っかかってたのが取れて止まった。すごい。完璧です。ついに。いけますね。火入れの儀式始めます。はい。火入れの儀式。何度もやりますって言ってなかなか始まらなくてすみません。ついに本当に効く。やってきます。よろしくお願いします、はい、まずはちょっとガチャガチャやるとちょっとゆっくり下げてみます。それ前にまずはキーをこうやってる、キーをやっていきますか。どうですか。ちょっとゆ、まあ、ゆっくり下まで下げます。これすごい軽いな。これはついてるよね。すごい軽い。よく見ます。効いてるのかもしれないですね。いきます。かかりそう。今アクセルちょっと回したらかかったんじゃない。かかった、かかったかかったぞ。聞きました。ちょっと住宅街でうるさかったんであんまりにもすぐ切ったんですけど、かかりましたね、2発で。そんなことある。ここさ、俺乗ってた当時より調子いいかもしれない。やったー、ここさん、ありがとうございます。イエーイ。マジでかかりましたよ。ちょっとね、臭い。ちょっと臭い。ちょっとアイドリングが高かったんで、はい、アイドリングのネジは少し半回転ぐらい、
ちゃいい音だわ。もう逆に古いからパン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 なってるんですよね。いやー早く乗りてどうしよう、40分キックする予定が。そんなことあります？10秒。いやー抱きしめたいけど火傷しちゃうから。着いたー。いい音でしたね。なんか問題ないね。問題ないっすね。オイル交換するか。しましょう。いやーこのシリーズ最高だぜ。ありがとうございます。すごいよ、すごいよ、ほんとに。ありがとうございます。マジでよかった。はい、ということで本日はエンジンかかったぞーということで、どうもありがとうございました。古賀さんありがとうございました。次回はですね、ちょっともう浮かれちゃって何やるか2人ともなんかあんまり決まってないんですけど、まあもうタイヤ変えたりブレーキ変えたり何かしらやろうと思ってますんで、引き続き皆さんも楽しんでいただければ幸いです。それでは次回もお楽しみに。またねー。